はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は先日ボーカル処理について文章で解説したんですけれども、とってもたくさんの人からいいねをいただいたりして、今度は実際の音で解説をしてみようと思います。先日からレコーディングさせていただいた仲間の藤木さんという人の声をお借りして少し解説をしたいと思います。村長ミュージックスタジオ。まずは元音を聞いてください。この元音自身はリモートレコーディングで大阪と奈良の間でですね、 Wi-Fi ででもここまでレコーディングができるというところも一緒に聞いてください。まずこの音にはノイズがかなり乗っています。マイクの基本的なノイズというよりもヘッドホンの音漏れです。子供たちは歌う、感じるままに、大人たちは目を伏せ、時を数えてる。このようにギターの音、そしてストリングスの音、そしてクリック音、いろんなものが混じった音が入っておりますので、iZotope社の RX8 のボイスでノイズを使ってこれを軽減してみたいと思います。子供たちは歌う、感じるままに。このように若干クリック音がまだ残っておりますけれども、楽曲と合わさったらさほど影響がないところまで取れました。でもですね、ちょっとマイクの音がこもっています。もう一度聞いてみてください。子供たちは歌う。バイパスします。感じるままに、大人たちは目を伏せ、時を数。マイクの良さが潰れてしまいますので、これをここからいろいろ処理していきたいと思います。まず次に入れたのはアンタレスのマイクモッドというマイクをエミュレートするソフトウェアです。こちらは適当なんですけれども、右側でですね、ブルーバードというマイクを指定しています。このマウスを今動かしているところがミソなんですけれども、隣接ということでこれをこちらの方に上げていくとですね、マイクが近づいてきます。そしてもう一つのポイントは、この会社の特許技術でもあるチューブのサーチュレーションです。大きく動かしてみますので、どのぐらいの差があるか確認してみてください。時を数えてる、子供たちは歌う、感じるままに、大人たちは目を伏せ、時を数えてる。はい、やりすぎるともちろんちょっと音が割れたような感じになるんですけれども、適当なところでこう隣接感をアップします。入れてあるのとないのと聞いてみてください。子供たちは歌う、感じるままに、入れます。大人たちは目を伏せ、時を数えてる。はい、このように、ちょっと奥まってたマイクを少し近づけると、そういうようなことをこのソフトウェアはできます。次がとっても気に入ってるプラグインなんですけれども、ボーカルのことを一色単にいろいろできるソフトウェアです。一番左上がディエッサーです。ちょっと聞いてみましょう。子供たちは歌う、感じるままに、大人たちは目を伏せ。ここでスレッショルドを上げていきます。時を数えてる、子供たちは歌う、感じるままに、大人たちは目を伏せ。はい、今画面に波形が流れるようになりました。この波形の流れ方はもう一つ方法がありまして、時を数えてる子供たちは歌う。はい、赤く押さえている時にちょうどこのさしすせそだとかチッチッこういうような音が入った時にリダクションを行うわけですけれども、どこにあるかというのはこれを見たら一目瞭然に分かるということになります。信じるままに大人たちは目を伏せ。その音が入った時にここの領域が濃くなるんですね。一人一人の演者さんのディエッサーの領域をこのように調整できるわけです。ディエッサーがどんだけかかってるかといういわゆるソロにして聞くこともできます。感じるままに子供会う。リダクションだけを聞くことができますので、このようにディエッサーをかけれます。その次のセクションにあるボーカルキャラクターというのは、これは今までにはなかった発想です。これは原音と倍音、ここに縦にですね細い線がこういうふうにあるんですが、原音からの倍音をですね自動追尾してくれるというようなブロックになっています。低い声の場合は倍音の山がいくつかできます。高い時は倍音が少なめです。これ見た感じイコライザーのように周波数のように思うんですが、周波数のグラフではありません。1倍音、2倍音、3倍音、4倍音というそういうグラフです。声の動きを聞いてみてください。時を数えてる子供たちは歌う。感じる。ここで1倍音と2倍音、これを少しいじってみます。感じるままに大人たちは目を伏せ。時を数えてる子供たちは歌う。感じるままに大人たちは目を伏せ。時を数えてる子供たちは歌う。感じるままに大人たちは目を伏せ。微妙ですが声のキャラクターを変更できます。そして右の方にコーラスとか、コーラスということはダブラーですね。そしてディレイであったりとかリバーブだったりあるんですが、この辺の機能は使わないので今解説はやめておきます。そして左がレベラー、これはコンプレッサーと同じようなものだと思ってください。どんな感じに聞くかを聞いてみてください。時を数えてる子供たちは歌う。感じるままに大人たちは目を伏せ。時を数えてる。リダクションをマイナス6デシベルぐらいこの赤いところがですね動くように設定しました。そしてこの右下の方がこのイコライザーもものすごく効きがよくですね、ここにフィルターがありまして、ちょっと字が小さいので少しこう大きくしますね。ハイパスフィルターが 89Hz ぐらいから下ですね押さえています。そして上の方はある程度残してもいいと思うんですが、まあ普通でいうモスキートのあたりですね、まあそこらぐらい先はまあ切ってもいいと思うんですけれども、そういうフィルターをかけて、あとはイコライダーです。イコライダーでものすごくキャラは変わります。もうたちは歌う感じるままに大人たちは目を伏せ時を数えてる子供たちは歌う感じるこれを入れたものと入れてないもの大人たちは目を伏せ時を数えてる子供たちは歌う感じるままに。はい、とっても聞きやすくなってきたように思いませんか。今度は抑揚を制御するために、まあ、これは入れても入れなくても大きな音の変化には変わりませんが、歌を抑揚をつけるためにボーカルライダーをやりました。オートメーションを書いてもいいんですが、オートメーションの代わりにこのソフトウェアはとっても自動化ができて便利です。大人たちは目を伏せ時を数えてる子供たちは歌う感じるままに大人たちは目。このようにボリュームを自動コントロールしてくれます。今回はサイドチェーンにピアノのセクションとベースのセクションを参照するようにしてリダクションを決定しています。次がリバーブです。最近出ましたiZotope社のネオバーブ。これは人工知能で自動的に分析をして最適なリバーブを探してくれるということです。一度やってみましょう。このようにしてスタイルであったりとか聞き度合い、サイズですね。あとはキャラクター、それを設定しまして、そしてネクストをして、そして音楽を流すと。子供たちは歌う感じるままに大人たちは目を伏せ時を数えてる子供。このようにプレでイコライダーを設定してくれました。こちらはまあ任意にですねリバーブのイコライダーですから自分で聞きながら調整すればいいわけです。ちょっと深めにかかっているように思いますので少し調整していきたいと思います。子供たちは歌う感じるままに大人たちは目を伏せ時を数えてる子供たちは。リバーブはとっても個人的な好みがいろいろですので、まあ、ちょうどいい響き、そして今は皆さんに分かりやすくボーカルソロでいろんなテストをさせていただいてますが、楽曲との兼ね合いとかを考慮して最終調整していただいたらいいと思います。次はこれも最近購入したイコライダーです。今まで記事にも書きましたようにこのイコライザーは実機は60万円以上するようなイコライダーです。まずはバイパスしておきます。ここまでどんな音になったかちょっと聞いてみてください。子供たちは歌う感じるままに。はい、随分すっきりはしてきましたが僕はもっとすっきりさせたい、そんな感じがします。このイコライザーを使うとそれが叶います。左と右によく似たのがあるのはこれはレフトとライトもしくは MS 処理でかけることができます。10デシベルというようなボタンが真ん中にあります。これは通常このイコライザーの機器はプラス20からマイナス20までここを設定できるわけですね。このように今ステレオリンクしてますので、片方を動かせば両方動きます。ここの10というのをつけた状態にしておくと、これがマイナス10からプラス10まで動くようになりまして、より細かな設定ができるような仕組みになっています。じゃあすっきりさせていきますので、鳴らしながらやってみたいと思います。子供たちは入れます。歌う感じるままに大人たちは目を伏せ時を数えてる。子供たちは歌う感じるままに大人たちは目を伏せ時を数えてる。子供たちは歌う感じるままに大人たちはバイパスと聞き分けてみてください。時を数えてる。子供たちは歌う感じるままに大人たちは。はい、かなりすっきりしましたね。低音の部分が好みで足りないという方は、この一番下のですねローシェルフでコントロールすればいいと思います。じゃあ今度は最終全部入れ全部外しのバイパスを聞いてください。私は目を伏せ時を数えてる。子供たちは歌う感じるままに大人たちは目を伏せ。もう一回全部聞いていきます。子供たちはどんどん入れていきます。歌う感じるままに大人たちは目を伏せ時を数えてる。子供たちは歌う感じるままに大人たちは目を伏せ時を数えてる。今回は最終のイコライザーをあえてリバーブの後ろに持ってきました。リバーブの音自身も調整しようということですが、これは好みによりリバーブの前にこのようにですね入れ替えてもいいと思います。ボーカル処理のいくつかを見ていただきました。もちろんボーカル処理の方は全てピッチなどはメロダインで調整しています。歌入りの楽曲はやはりボーカルをどのクオリティに持っていくかということはとっても重要なことだと思いますので、皆さんも単純に同じプラグインがあるかないかではなくって、ここらの全体の流れを研究していただいて、よりいいボーカルのトラックを作っていただいたらと思います。今日はボーカルの処理についていろいろ僕なりのやり方ですがご紹介してみました。今回のレコーディングは全てリモートレコーディングを中心にさせていただきました。僕がいつもリモレコと書いてるのは何かなと思いながら聞いていただいている方もおられると思いますけれども、ステインバーグ社の VST Connect Pro というソフトウェアを使って遠隔地とレコーディングができる技術です。ほとんど日本では使われていないですが、すごいことができることが分かります。ただしこれを僕のように事業のようにしようと思ったらとっても難しいポイントがあります。それは相手のクライアントさんがどんなレベルの人もいてるということです。ですからリモートでパソコン教室のようなことをやらないとなかなかこれを一つの事業化にすることは難しいと思います。立ち上がってしまえばクライアント側、いわゆるプレイヤー側はほとんど何も考えることなくできます。ただそこまで行くところがなかなかセッティングであったりが難しい。でもこれからのコロナ禍ではとっても素晴らしい技術だと思います。村長でした。